ちはもうその段階で何か足がかりが決まったら、大体みんなそこからが長いんですよ。そのなんか打ち合わせを積み上げて、そのデザイン、ここはこうしよう、ここはこうしようってバーって決めていかれると思うんですけど、うちはもうその段階で一回もうこっちでもう契約しちゃって全部図面書いちゃうんですよね。あんまりそこからは聞かずに、で全体はこんな感じだよ、図面にするとって言って極論に落としていくみたいな感じなので、そこも多分そこ違いんですよね。でもみんなはなんか積み上げていかれるって聞くんですけど、そこから急にこっちで引き取ってどうってやるって感じなんで僕たちはアーティストじゃないんでお金ありきじゃないですか。でクライアントさんもその無限にお金があるわけじゃないんで、1にも2にも早めに予算感知りたいじゃないですか。なのでなんか最後まで詰めていって見積もり出して倍でしたは、まあお互いしんどくなるんで、早めにお金の議論ができるように僕はしてるって感じですね。なので割と予算をはめ込むのが多分上手なはずです。それは多分昔設計施工の会社にいたからかもしれないですけど、そのなんか割とこの予算で一番ハイパフォーマンスどれかみたいなことをやるためには、やっぱ図面でお互いお金のことをグリップ握っとかないとという思いで、うわっと先に書いて見積もり取っちゃいますね。僕は言葉ってすっごい強いと思ってて、その言葉さえお互い共通認識で、まあ言葉、一個の言葉決めても意味っていろいろあると思うんですけど、それをお互いこういう意味でこういう言葉を使おうねってルールを最初に決めとくと、その予算が出てきた時に、その絶対みんな VE ってお金削っていくじゃないですか。その作業が、いい作業に変わるんですよね。この、これを二人でやろうって決めてると、削る作業がなんか日本刀を研いでるみたいな作業になっていって、削ることで美しくなるみたいな状態に変わるんですよ。なので僕は、そうだ、最初の3案の時に言葉も実は全部セットで売ってます。さっき話に出てきた豚さんですね。一番最初2020年の9月で、次のプレゼンが2022年の3月だから、これ1年半ぐらい経ってますよね。だから最初にお会いしてる時はもはやテナントを借りてもいないっていう、借りるつもりがあるのかないのかぐらいの感じでお会いしてみたいな。ほう、マイクロブタですか。その彼らはそのマイクロブタを繁殖してブリーディングする権利をイギリスから買った人たちで、もともとはマイクロブタを販売したいっていうのが本来なんですね。アヒルの市っていう方でその繁殖はしてまして、で繁殖はさせるのはいいと、マイクロブタはまあちっちゃくて可愛いですよと。でもそもそもマイクロブタのことは誰も知りませんと。どうやって売っていきますかみたいなことで、ネット販売がいいのか、その牧場に体験に来てもらって売るのがいいのか、で、はたまたその、例えば六本木とかに出して、こう、ショーケースに並べて売るのがいいのか、とかそういうことから最初話し合いました。多分接しないとわからなくないって話になったんですよ、結局。その、だったら、その、いわゆる世の中にある商売方法で言ったら猫カフェとか、あれはそもそも売るためじゃないですけど、多分癒しですけど、その手法をマイクロ豚を売るために使うのがいいんじゃないみたいな話し合いのところまでは来てからの、から今度1年半ぐらい経ってテナントを借りていらっしゃいまして、はい、1年半の間に、でじゃあちょっと真剣に考えましょうって言って今度3案お見せしまして、で1個
コメは、まあ、なんかラウンジっていう書き方してますけど、基本的にはエコ建材を使って人間にも動物にも優しい空間を作っていきましょうみたいなプレゼンをしたのが1案目ですかね。で、ただそのこの1年半の間に僕もいろいろ調べて、で彼らも知見を蓄えて、豚さんがそこそこ高いっていうのが分かったんですね。だったらっていうので、ちょっとエコな空間でもちょっとラグジュアリーな見せ方をしたりしてますっていうのが A 案ですって感じですね。で、次 B 案っていうのが、やっぱり豚さんが他の動物とも違う可愛さは、丸いフォルムと、まあ柔らかいところで、実際柔らかくないんですけどね、彼らめちゃくちゃ筋肉質なんで、でまあ柔らかさみたいなので、こういう丸い柔らかい空間どうですかみたいなプレゼンをさせてもらって、でまああとはまあ共生っていう、もともと豚さんはやっぱり家畜なんで食べるものだったので、一緒に暮らしていくんなら、まあ中島みゆきの糸っていう歌じゃないですけど、縦糸と横糸が混じるようなものなので、一緒に暮らしていきましょうねみたいな思いを込めて、こういったデザインを提案しましたみたいなので、これはだから全部これもいいねって言っていただいたんですけど、 B 案を採用していただいて出来上がりましたね。ちも毛ほぼ作らないかもしれないですね。新築の時に自分たちのボリュームチェックでは使いますが、客に見せなかったりしますし、インテリアで模型はほぼ作ってないかもしれないです。そうですね、 CG パースで、まあ、で今は作ってもらってるからあれですけど、僕が自分で作ってた時は本当に全部作ってました。その普通カット決めて作るじゃないですか。僕はそのフォルムを見たいんで、全部作って自分でぐるぐる回して確認してました。多分スタッフが今それしてると思いますけど、そうですね、まあ作り込まなくてもある程度のバランスは分かると思うんで、そのフォルムチェックはパースで全部作った方が良くないって僕は思ってます。